ウルトラソウル燃やしてますか？まあ燃やしてるつもりだな。もう始まってますよ、世界水泳は。いや、まだ始まってはないと思うんですけど。始まってます。いや、7月14日開幕が始まりだと思ってます。もう世界水泳は僕たちのウルトラ始まってるんです。参加人数が約2400人を見込んで、選手とかまあ関係者も含めなのかな、2500人ぐらいいらっしゃるわけですから、街の雰囲気ガラッと変わります。世界水泳が福岡にやってくる、これどういうことか分かりますか？街がウルトラになる。ウルトラって何？ウルトラっていうのはそれぞれの中にあります。自分たちの目標、自分たちの超えたいもの、それがウルトラです。あくまで世界水泳福岡はきっかけです。この水泳の世界大会が街にやってくる、それをきっかけに自分たちが何を超えていけるか、自分たちのウルトラを見つけられるかどうか、それが世界水泳福岡です。水泳というと名言が生まれるじゃないですか、はい、北島康介さんのね、超気持ちいいとか、今回の世界水泳で生まれるであろう名言を先取りします。見事競泳世界新記録で金メダルを獲得しました長岡選手です。今の気持ち聞かせてください。天下統一。